皆さんこんにちは、ご無沙汰しております、ベンマックスです。一応私のカテゴリーとしては時計でやっていこうかなと思ったんですけれども、時計だけじゃとてもやってられないので、まあ私のもういろいろ出してますけれども、私の多趣味のというカテゴリーで、これから、動画を運営していきたいと思っております。で、まあ大体時計とか、あとまあ、ナイフですとか、あと、エアーソフトガン、この辺が私の、まあ好きな分野ですので、その辺でやっていきたいと思います。このこの間というか昨日ですね、ウェスタンアームズさんからブーツが届きまして、でそのブーツというのが、まあ某さ漫画の某漫画というか、まあ言っちゃうと佐藤明くんのですね、ザ・ファブルの佐藤明くんの、まあ、私タロン、ウェスタンアームズさんの、ナイトホークのタロンを使っていたんで、持っているんですけれども、そのナイトホークのタロンがで、タロンじゃなくてですね、なんと今回、佐藤明くんが持っている銃そのままのものが出たので、買いました。結構、高かったですね。5万2000円かな、ですので、ちょっとこれから開けてレビューしたいと思います。さあ開けてみます。注意書きですね。まああと、まあウェスタンアームズさんといえばガバメント系のものが多いので、はい、受けてきました。おお、いいじゃないですか。うわ、すごい重い。いや、重いな、これ。タロンなんてもんじゃないですね。すごい重い。これでもおもちゃですからね。ちょっと手間取ってすいません。こんな感じですね。ここに、サイレンサーをつけて、るっていう、ナイトホークカスタムありますね。ナイトホーク社のカスタム、やっぱいいですね。ちょっとどんなアクションするのか、ガス入れてみます。いやね、これね、出ないかなと思ってたんですよ。
まあ、出すならね、ナイトフォークを出しているウエスタンアームズさんしかないだろうなと思ってたんですけれども、本当は丸井あたりが出してくれれば、もうちょっと低コストで作ってくれたと思うんですけれども、こんな感じですね。で、セーフティーはハンマーを起こすとかかりますね。うん、ちょっとなんかスライドがよりリコイルが少ないかな。タロンちゃんの方がちょっとあるような気がします。それとあとまあ弾とか、あとなんかこう レンチみたいのが入ってますね。これはもうこれあと1個しかないって言われて買ったんですけれども、サイレンサーですね、佐藤くんといえば。サイレンサーね、これをうん、完璧じゃないですかね。かっこいいですね。あ、また言っちゃった。うん、佐藤くんのワンね、一発でワンヒット、一撃必殺、ついに出してくれましたね。まあうん、塗装もなんかいい感じですね。重いのは多分ここのグリップのグリップパネル、これが多分重いんだと思います。うん、でスライドはそんなに重くないんで、ていうか、まあその辺はご愛嬌ということですね、これはね。せっかく、まあ出してくれたんで、で、これはちょっと、サバゲーとかでは使いたくないな。これは家でじっくりと見て、うん、5メートルのあたりから打って集団性を見てみるとか、そういうので楽しんでみたいと思います。それからドットサイトは、まあ、こんな感じで合わせるっていうことですかね。先に白い点がついてるんで、白と黒のコントラストで見分けがね、つきやすいですね。あと断層は、まあマガジンは自重で、あれ、落下しました。自重で落下しました。マックさんパクってすいません。まあこんな感じで、じゃあちょっと所属を測ってみましょうかね。
と初速を 0.2g の BB 弾で、71.910.51 ジュールですね。まあ、こんなもんですかね。もうちょっと温めれば80ぐらい出るのかもしれないですけれども、まあこんなもんで十分でしょうと思います。あとこれ昨日買ったんですよね。で、なんで昨日っていうかっていうと、メルカリを見てて、で、これ見つけたんですよ。で、あ、出たと思って、出てるんだと思って、でもう、あ、じゃあもう売り切れちゃってるなと思ったんですけども、やっぱり売り切れていて、ネットではもう完売してたんですね。ですけども、昨日の時点で、渋谷のお店に、何丁かあったみたいで、まだ電話すれば遠方の方でもカード切ってくれますから、カード切ってもらって、それで私もそういう方法で手に入れました。あとこのサイレンサーはこれが最後だっていうんで、多分もう残ってるのは銀色のもっとショートのサイレンサーしかないと思います。残念ながらちょっとすいません、私が最後の一本買っちゃいました。はい、まあそんな感じで、佐藤明くんの銃が、ついに完成して市販化されたということで、まずはお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またの機会よろしくお願いいたします。